夢ラジオ第5666回、今日は令和5年11月2日木曜日です。時刻は午後0時正午ですね。今太陽が一番空の高いところにあります。今日は雲一つないブルースカイ、非常に爽やかな秋の空広がりました。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私は夢ラジオです。さて、11月も秋もだんだん晩秋になる頃、そのお昼、今回はネタニヤフ首相の徹底抗戦論をお話しいたします。イスラエルのネタニヤフはもう徹底抗戦、怖い顔でお話しされてますね。もともと私はイスラエルという国はあまりいい国だと思っていなかったんですが、もう今回のこれ見て、ますます怖い国やなと思うようになりました。あと、そうですね、西洋文化に心寄せればですよ、西洋文化、中世から近現代までに心寄せれば、文学、音楽、絵画、演劇、こういったような場面でもさまざまなユダヤ人の活躍を見、もちろんサイエンス科学においてはノーベル賞を取った人のもうどれぐらいでしょう、3分の1ぐらいユダヤ人じゃないでしょうか。多分ノーベル物理学賞、ノーベル科学賞、ノーベル生理学賞、ああいう賞ですよね。ですから割とね、西洋文化に親しめば、私もその学生の頃はその一人だったんですが、ユダヤ人に対してね、それなりに親近感を持つのは持つようになるんですよ。なんかユダヤ人に同情する派、なぜかというと、やっぱユダヤ人が活躍してるから、ドイツでもフランスでもイギリスでも。が、そのようにユダヤ人のその文化的な業績っていうのはすごいなというものでも、現代イスラエルという国がやってることを見ればですね、これはおかしいぞ、この人たち、この国家もおかしいぞと思うはずだし、今回のガザ紛争でますますそれが明らかになりましたね。よその民族を動物扱いしてるんですよ。自分たちは二言目にはホロコーストにやられたとか言いながらね。で、建国した、これが1948年でしたが、イスラエルの建国、なんでこんなとこに建国許したんだというのも、やっぱ突き詰めればね、第二次世界大戦中にユダヤ人がかわいそうなことされたから、どっかには国作ってやれっていう国連の恩情っていうんでしょうか、そういうものでもあった。で、じゃあパレスチナ辺にしとけと、 あそこだったらユダヤ人も納得するだろうと。で、もともといるパレスチナ人はどかせっていう、これね、ユダヤ人がどかしたというよりはむしろね、国連がどかしたというふうに言っていいと思う。最初はパレスチナ人どうせ黙ってったろう、辺のやつらはっていう、こういうこと。パレスチナの力が弱かったといえばそれまでなんですよ。オスマン帝国に支配されていたけど、オスマン帝国がなくなり、そしてイギリスの委任統治領だったんですが、イギリスもなんとなくもうこの地域も嫌とかって言って逃げ出しちゃったわけですね。で、国連が委ねられて、パレスチナの行く末を国連が委ねられて、どうしようって言って、ユダヤ人かわいそうだから、ちょっと辺にね、境界線でも決めて、こっからこっちはパレスチナ人、こっからこっちはイスラエル人という、こういうふうにしてやれと。2つの国作ってやったら、満足するだろうとか、かわいそうな人たちなんだし、ユダヤ人は、こういう感じでね。だけど、パレスチナ人からしたら、やっぱり自分たちの土地取られたという、そういう意識は、ここ75年間ずっと拭えないわけですよ。勝手に国連が決めた。その前は勝手にイギリスが決めた。自分たちの意向を無視してね。で、自分たちの意向を無視してというよりは、フセイン・マクマホン協定という、こういう協定がパレスチナ人との間にイギリスは結んでおりますから、ある程度パレスチナ人の自治というものも認めていたはずなんですよ。だから、この辺イギリスの罪は大きいんだ。
植民地に対する宗主国の態度というのは大体こんなもんで適当にやっとけよっていう、そういうもの、今もそれは引きずってるんですよ。宗主国と植民地の関係において実にずさんに決定されたさまざまな国境線は、こういう中東とかあるいはアフリカとか、もう非常に人工的な国境線が斜めにガーッとこう走ってるじゃないですか。もうあれがそれなんですよ。イスラエルの右派、これネタニヤフさんも入ると思いますが、イスラエルの右派はユダヤ人がここに来た時パレスチナ人なんかいなかったという、こういう論法のようです。よく聞く話ですよ、イスラエル人の、しかも右派で、ここは荒野の土地でね、誰もいなかった沼地と砂漠で、そこをユダヤ人の先住者たちがもう死に物狂いの努力でもって緑地に変え、肥沃な土地にし、そしてイスラエルという国につながっていったんだという、こういうものの言い方をするわけ。これもね、ある意味当たってるかもしれないですよ。確かにパレスチナって不毛の土地で、もともとユダヤ人がここに来ようが来まいが、もう砂漠と沼地みたいな。でパレスチナ人だけがそこにいたら、そのまんま砂漠と沼地のままだったはずなのに、ユダヤがやってきたことによってそれなりに都市もできた、それなりの農地もできた、それなりのインフラも整った。何かというと、やっぱり欧州から来たユダヤ人、あるいは米国から来たユダヤ人っていうのは技術者、知識人が多かったので、もう彼らが本気出して国づくりに取り組んだら、それはね、10年20年30年とやっていけば強力な国が出来上がりますよ。農業もそう、軍事もそう、テクノロジーもそう、教育もそう、こういう感じでね。ただそれあくまでもそのイスラエルの、しかも右派ですよね、イスラエルの右派が言うセリフなんですよ。もともとパレスチナにいなかった、だからパレスチナ人から土地取ったというのは大嘘だっていう、これはね、いなかったわけないでしょ、やっぱりパレスチナ人があそこにずっといたんですよ。でユダヤ人はいなかった、だってローマ帝国の頃にディアスポラって言って離散しちゃったからね。でしかもユダヤ人とパレスチナ人だと、さっきから話しているようにテクノロジーとかあるいは文化水準において差がものすごくあったので、ユダヤ人にしたらパレスチナ人を適当に言いくるめて辺境に追いやるくらいわけなかったんでしょうね。だから何でも言いますけど、ホロコーストだ被害者だと言ってるくせに、イスラエル人つまりユダヤ人はもう自分たちが今度はパレスチナ人をゲットみたいなとこ作って押し込めてるんで、それがガザじゃないか。ヨルダン川西岸っていうと地図の中では結構大きな地域に見えますが、もうヨルダン川西岸にももうユダヤの入植地がいっぱいできてて、もうパレスチナ人の方がもう身を縮めて生きてる。パレスチナ人が通っちゃいけない通りがいっぱいある。パレスチナ人が行っちゃいけない場所がいっぱいある、ヨルダン川西岸には。これぞアパルトヘイトじゃないか、そういう報道もなされていますよ、パレスチナ側からの報道を見ればね。でネタニヤフ首相の徹底抗戦論、今ここで停戦したら、停戦してほしいですね。今停戦したらユダヤ人の犠牲者が1400人ほどで、パレスチナの犠牲者が8000人ぐらいですか、合わせて1万人、これも大きな数字なんですけど、ここでまだ止まることができる。ところがね、もう徹底抗戦、今停戦したらそれはハマスに負けたことになる。ネタニヤフこう言ってる、今停戦したらハマスに降伏したことになる、テロに降伏したことになる。そしてイスラエルの軍というのはね、これ質疑応答なんですけど、イスラエルの軍というのはちゃんとシビリアン、民間人は避けて攻撃しようとするけれど、その民間人がたまたまそこにいれば巻き込まれることは現代性においてはもう避けられないことであり、それを恐れたらそもそも戦争というのは、現代における戦争というのは成り立たない。だから民間人が巻き込まれることも一定程度はやむを得ないっていう、こういう姿勢のようですね。
恐ろしい顔でですね、ネタニヤフがテレビに出てきてなんやいろいろ強硬なこと言ってますけど、ああいうのを聞くにつけですね、恐ろしいなこの人らはと。だからさっき冒頭の最初でお話ししましたように、ユダヤに対するシンパシーなんかね、もう途端に消え去ってしまいますよ。いくら文化面でね、ユダヤ人のね、なんとかさんがこんな美しい詩を作ったとか、あるいはなんとかさんがこんな美しい交響曲を作ったとかも、それがどうしたみたいな、その子孫名乗る人たちがやってるのがこれかいと。今ギリギリの駆け引きが行われていると思います。もう4週間なのでね、10月7日から。これ以上攻め込まないのに国境線で止めておくと、今度はイスラエル軍の士気が下がってきます。やめようよみたいになっちゃう。それはネタニヤフによると降伏、ハマスへの降伏なわけだよね。テロへの降伏と言いましょうか。けど今攻めていったら、もう単なる紛争で終わらなくなってきますよ。ヒズボラやイランが介入してくる。シリアだってどうなるかわからない。エジプトもサウジアラビアも、いくら友好国って言っても本当はね、アラブを応援してるに決まってるじゃないですか。イスラームの国なんだから。夢ラジオ、今回はネタニヤフについてお話しました。